ゴールドの名刺、ダイヤモンドウォーター、サンドイッチをめぐる戦い、墨のペン、リッチオフィスと貧乏オフィス、その違いをウーフーのビデオでチェックしてください。このリッチオフィス、歯磨き粉エキスパートを接客中。ドラマチックなプレゼンで顧客をあっと言わせないと。すごいものにしたいんだ。さあ、実験の準備 OK。 始めるよ。まずはビーカーに注いで。秘密の材料を加えます。青に着色して、そしたらなんと、わお、信じられない。これが貧乏オフィスだとお金をかけられません。その分クリエイティブです。ほら、泡がこんなに出てるよ。爆発みたい。じゃじゃーん。ありがとうございます。また電話しますね。ベラ、急いで。リッチオフィスの秘書、ハーバード大とイェール大の出身です。彼女、一度にたくさんのことができるし、仕事が早い。まるで手が6つあるみたい。まさに神業。こちら貧乏オフィスの秘書、コンタクトを取るのが難しい。紙コップを使わないと。ちょっと同意書を今すぐに送って。 OK。 このコップでやっとなんか飲めるわ。こっちはサインしたから早くしてよ。あれ、水はどこ行っちゃったの？仕方ないわ。昔ながらの方法で飲むか。お腹すいた。ランチタイムだ。ロブスターでも食べようか。それは昨日食べたから今日はピザにしよう。お釣りは取っといて。サーモンとゴールドソース、これ大好きなのよね。貧乏オフィスのランチは戦うんだってよ。サンドイッチお待たせ。さあ、どっちが食べる？決闘に勝つのはどっち？緊張の一瞬。じゃんけんぽん。やったー、勝った。これでも食べてれば。分かったから泣かないで。今日は食べていいよ。リッチオフィスへようこそ。私たちの商品、サービスを気に入っていただけると思います。こちら名刺です。どうぞ。これ、本当の金じゃないか。ありがとうございます。ちょっと仕事の話は？電話してね。さあ、こちらへどうぞ。お座りください。お客さんに椅子を譲って。私はスティーブ。最高のサービスをお届けしますよ。こちらがプレゼンになります。今日は急いでるんだ。名刺をもらえるかな。ではちょっと手をお借りしますね。これでいいですね。お電話お待ちしています。新しいクルーザーの見積もりをお願いしたいんですが、少々お待ちください。この未来感覚のトニー・スタークのテクノロジー、こちら請求書になります。なんて早いんだ。これからもよろしく。クライアントさんいる？わかった、お通しして。こんにちは。メガネの見積もりをお願いしたいんだけど、コンピューターで計算するのでちょっとお待ちください。貧乏オフィスでもさすがに計算機はあるんですね。スクリーンをご覧ください。これが私の答え。のこのメガネタダでもらっていくよ。19世紀の絵、今月のベスト従業員にぴったりだね。ブルース、獲得おめでとう。貧乏オフィスはまた危機？そうか、電気切られちゃったんだ。これは寝るしかないね。自然なエネルギーを利用するんだ。ほら、うまくいった。よくやったスティーブ。その功績をたたえて、最も価値ある従業員に選ばれたぞ。それ、今月いっぱい使ってていいからな。リッチオフィスではお金が全てじゃないみたい。ライターは熱いな。ベンジャミンで火をつけよう。大きな船が欲しい。なんてこと、まだまだお金が足りない。ベラ、悲しむことはない。今日は給料日じゃないか。ふふ、お金の雨だ。やった、これで自由な女神が買える。さ、買い物に行ってきます。スティーブ、いつもドアが椅子に当たるからここは嫌。もう一回勝負してよ。じゃんけんぽん。スティーブの負けです。さあ、席替えだ。ああ、最悪。みんなおはよう。あ、ボス。会えて嬉しいです。今日は給料日だから。そうだったか。わかった。じゃあもう100ドルあげておくよ。これは？わかった。ゼロを付け加えればいいだろう。どう？気前がいいでしょ？今日は契約にサインしに来ました。よかった。ではここに。ちょっと待って。このペンは貧弱だから。ベラ、あのペンをお貸しして。どうぞ、ジャイアントゴールドペン。ここにとっておきのサインを。ありがとう。ずーっと待ってるんだけどな。いつ来るんだろう。すみません、遅れました。ではこちらにサインお願いします。ペンありますか？ペンも鉛筆もないな。でも木切れはあるので、こうやって角を燃やせば、サインに使えるでしょう。ありがとうございます。ではまた。ああ、それ持っていかないでくださいね。ここちょっと暑くありません？では高級扇風機でも、また私が風を吹きましょうか。いえ、結構。お水いただけます？わかりました。この高級ウォータークーラーのお水どうぞ。ねえちょっとこれ何？若返り効果のあるダイヤモンドウォーターです。すごいわ。これはセルフィしておかないと。どうぞお座りください。ちょっと暑いので窓を開けていただけます？ダメ？こんなに暑いのに？お水を持ってまいります。でもコップが一つもない。あーでも大丈夫。このサービス最高でしょ。さあ私の手からお飲みください。ちゃんと手洗ってますから。結構です。私もう行かなくっちゃ。リッチ貧乏オフィスいかがでしたか？どちらで働いてみたいですか？コメントください。チャンネル登録といいね、ベルのクリックお願いします。夫婦からの新着ビデオをお見逃しなく。